どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、ちょっと桃鉄で負けてしまいまして、罰ゲームの100万タップ少女っていうゲームやっていきたいと思います。まあシンプルに100万回タップするゲームだとは思うんですが、あ、これでほっといても1ずつ増えてくるんですね。ちょっと今回 Android 端末ということで、ちょっとこれ以上画質良くならなそうですね。しゃーない、録画はまあこれで多分できてると思うので、まあちょっとやっていきますか。いろいろ設定いじってる間に1ずつ溜まって、なんかレベルが1個上がりましたけど、ちょっとしんどいですね。これショップとかちょっと下のやつ見てみるか。あ、ガチャ、ああガチャとかあるんですね。これドーナツは何なんだろう。ガチャは、いや、変わってるね。1タップ1秒好感度アップ、なるほど。まあゲットしたやつ使わないと意味ない。プレゼントするとなんかタップあたり増えるんかな。これちょっとまあ買うだけ買って、でこれをまあ女の子にプレゼント。あ、手動タップ3アップ、あ、これめっちゃでかいじゃん。あ、これやりゃさ、シンプルに100万回タップしなくていいっすね、これ。あ、ちょっと待って、これ全然ぬるいぞ。あ、このゲームぬるいわ。あ、パーティーバカですね。まあ、コミナドパーティーピーボーくんが選んだゲームなんですけど、あー、これ、あー、もうめっちゃ増えるよ、めっちゃ増える。あー、広告ね、もうレベル上がるたびに広告なんですけど、まあ、ちょっと待って、これ余裕説あるぞ。あー、もうサクサク増えてくもん。あ、これ100万タップであればもう全然余裕よ。100万回もタップしなくていいから。あ、ぬるいぬるいぬるい。あ、これはぬるい。で、このお仕事の方で、もらえる毎秒のお金が増えるぞって感じですね。あ、なのでお金ゲットしたら、まあガチャを回すか、まあもらえるお金増やすかの、まあどっちかになるんですけど、まあとりあえずこれでノーマルガチャ回して、これアップし続ければ、まあ、結構楽にはなっていく感じなので、ちょっともうサグッと100万タップやったろうと思います。とりあえずもうちょっとで100万タップ終わるんですけど、100万だけど10分の7なんだよね。これがちょっとまだなんか終わらなそうな気配が。20、100、1000、万、10万、そうだよね。今94万いって100万いってたら100万タップ少女って書いてあったんですけど、これ100万で終わる？全然終わりの気配ないんですけど、まあ、とりあえずクリア。うわー、まあ広告、あー、やっぱ続くよな。1000万。さあ、ここから10倍速でお届けします。まあ、ただただ連打するだけのゲームじゃなくて、まあ、ガチャをめちゃくちゃ回して、一番しょぼいノーマルガチャが10ゴールドで回せるんですよね。それめちゃくちゃ連打して、その回したやつを全部プレゼントしてて、まあ、こっちの作業の方が割とめんどくさかったんですけども、まあ、これを繰り返して毎秒をなるべく上げといて、で、その上げた状態から、まあ、めちゃくちゃ連打するよっていう。だからこれ準備段階からの今めちゃくちゃ連打を始めたところみたいな感じですかね。まあ、ワンタップで3000とか減ってくれるんで、なんかそんなに1000万といえども、まあ大したことねえなという感じで進みました。そしたら最後の関門が1億タップだったんです。1億はなかなかえげちいなということで、またガチャ回してタップしてっていう、まあそんな感じで、でも言うてこの作業自体も3、40分でいけましたかね。さあ、もう間もなくで全クリだと思われます。多分10分の10はないと思うので、これで10分の10で10億とかやったらへこむけど、多分これで終わりな気がするんですよね。まあ、ね、絶望的な罰ゲームだと思ってたんですけど、思ってた、まだ1時間経ってないね、このゲーム初めて。よーし、終わるぞ。めちゃくちゃ早かった。さあ、1億タップ達成。さあ、これで多分終わりだと思うんだよね。さあ、あー、終わってはいるな。なんか目標値がないから終わってるよな。ん？なんかエンディングとかもねえのか、特に。ちょっと待ってね。あー、2人目ちょっと待って、いっぱいおるやん。ちょっと待って、2人目ね、1に戻るんかい。そして、いや、ちょっと、これはやばい。あー、このお金の方、お金もらえる毎秒はリセットされないけど、ガチャの方全部リセットされてますね。またこれ、またやるの？
でこれプレゼントして毎秒あげてだけど、ああなるほど、あ残ってたやつプレゼントしてないやつもまだ持ったまんまだけど、うわーまたまた1億タップ、まあでもまあお金結構もらえてるし、まあ1人1時間でクリアしたのがもうちょい早くなると考えると、まあ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 ちょっと広告とかもめんどくさいけど、まあいいや、とりあえずクリアしよう。もうちょいであの1億タップなんですけど、10分の5なんですよ。これ奥行けば行くほどハードルが高くなる説が今ちょっと濃厚になってきてて、さあだよな、まだ全然終わんねえのよ。2億、いやーやばいぞ、これはちょっと鬼畜ゲームの匂いがしてきたぞ。いやー100万って言ってたじゃん、100万どころじゃねえぞ。まあまあまあ実際タップしてる回数で言うとね、全然100万もやってないけど、これ大変これ。あー次は1,2,3億ときて5億。5億、ちょっと待って、これ1,2,3,5ってきたらもう一回ハードル上がるから、これちょっと嫌な予感してきたね。これ10億まであるぞ、やーべえぞ。さあここから15倍速でお届けします。もうとりあえずですね、もうタップしまくって、1万ゴールド貯まったら、1000ゴールドのガチャ10回回して、それをまあなんか売れるお金みたいなのがゲットできることがあるんで、そのお金ゲットした時はまたそのね1万超えてたら10連ガチャやってっていう、それをまあひたすらずっと繰り返しました。これでなかなかよ、15倍速でこの速さだからね、なかなか当倍はしんどいよ。5億、はい、5億、もうちょいでいけます。うえい、さあ広告かな、あ広告だね。あ7億で、いやー10億だよな、10億。あほんで微妙に女の子脱いでますね。ちょこちょこ脱いだ、これが最終形態ってことか。いやもうどうでもいいわ、もういやーしんどい、もう変わらんな、そんなにマジで SR。 おえこれなん ゲロやべえじゃん。えお金カンスト状態になりましたけど、ちょっと待って、なんか宝くじ当たったみたいです。急に何これ、めちゃくちゃお金貯まったから、これで毎秒も増やせるし、1,10,100,1,000,100,100,000、あーでもこれだと一番強いガチャは9回しか回せないね、ゴールドガチャはね。ただシルバーガチャでもウルトラレア出るから、1000回回したらウルトラレア1回は出るから、もうこれずーっとこっち回した方がいいですね。一番上のやつ回しても SR かウルトラレアかどっちかしか出ねえから、これでもちょっと、時間はかかるけど、多分これが攻略法だな。もうこれ回しまくってある程度のウルトラレアとかスーパーレアゲットし、ちょいちょい出るからね。でこれを換金すれば多分結構毎秒増えていくはず。もうとにかくウルトラレアがね一気に250とか500とか上がるんですけど、レアだとそれが50で、ノーマルだと5とか、まあそんな感じで10倍になってくるんで、まあ SR をとにかくどんだけ貯めるかのゲームなので、これちょっとマジでめちゃくちゃいい感じになってきたぞ。さあここから30倍速でお届けします。毎秒4万タップ、っていう感じになるので、まあこんぐらいですね。まあ30倍速でこれなんで、やってる本人としてはなかなかしんどかったですけど、まあ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 普通に、あ10億タップね、あいけますよっていうね、まあそんな感じでしたね。さあまもなく2人目が攻略いやさあまあこれ以上はやっぱ脱ぎませんよと。で3人目、いやーこれまだ上にも点々あるから、これ何人いんだよマジで。もういい、もうただお金はあるからな。もうとにかく最初にこれやりまくって、もうちょっといったろ。
さあここから20倍速でお届けします。これもですね、あの10連引くとかもないから、ひたすらこれもう連打するしかないのよ。あの結局ガチャ引こうが女の子タップしようが、まあ、ずっと連打なのよ。これもう連打連打で、あのガチャ引いて、それを手動でまたプレゼントして、それを繰り返してたら、なんだかんだでね、あの毎秒あのオートタップというか、勝手にあの増えるやつでもうレベル5ぐらいまではね勝手に上がってましたね。それぐらいの数ずっと、とりあえずタップし続けました。さあ、あーやばい、あーちょっと待って、これもう毎回10倍になる感じ。100万1000万億10億20億でしょ。これ多分こいつ100億だな、こいつ100億だな。あーここで100億、ちょっと待って、いやー、じゃあ200億かな。ちょっとやばいですね。3人目でこの感じやから、もう一人いるのは確定なのよ。ただもう一人上行った上からまたさらに何人いんだろう、これマジで何人いるかが先に分かっときゃまだ希望もあるけど、いやーしんどいぜ。さあラスト500億、500億ちくしょー、500は遠い、これはあまりにも遠すぎる。はい、50倍速でお届けします。50倍速なんで、まあ結構ね、気持ちよくゲージが増えてる様子がご覧いただけるかと思いますが、500億はやっぱなかなかぶっ壊れてましたね。もうすぐで終わります。もうちょっとスプーンもやらんといかんし、こんなことに俺時間使わされてる場合じゃねえのよ。もうなんで俺今日午前中ずっとスプーンやってたのにさ、また夜ど深夜にまで。オッケー、オッケー、よし。さあ、とりあえずまだ4人目いることは確定しているので、ただまあ徐々に露出が多くなってきてるから、こいつクリアし終わってまだ5人目6人目ってなってくると、これワンチャンあるな、全脱ぎまでありえるな。最初の制服少女は全く脱がんかったけど、徐々に脱いできてくれてんのよ。なのでちょっとワンチャン、ワンチャン見えるよまだ。はい、もう間もなくで1000億いきまーす。で、あと1回やるのよ、あと1回やるのよ。なエロい広告までエロくなってきたよ。ライトな、ライト、あーだよなー、5000億こりゃきちい、こりゃきちい。はい、編集ソフトの限界値であります100倍速でお届けしております。もうあのガチャとかも回す必要ないんで、もうとにかくずっとタップし続けてましたね。まあまあまあ、もう腕パンパンですよ、パンパン。はい、終わりまーす、もうすぐで終わりです。さあ、オッケー、ラスト広告。長かったなエロい。さあ、おお、すげえ脱いだ、エロ。で、これあ、あ、上が出ない、上が出ない、ええやん。はい、まあいろいろ探したんですけど、あとはまあガチャ回して好感度を全員の女の子マックスにするとかはあるんですけど、もうタップで言うと、この4人でとりあえずカミングスーンですね、これは。ということで、まあだいぶ大変ではありましたけれども、最初はね、おい全然100万タップしなくていいじゃんと思ってちょっとね嬉しかったんですが、もうこれ以上はもうなさそうなので、一旦まあこれクリアということでいいですかね。こう見たら最初の子なんかもうエロさのかけらもなかったですけど、まあ奥に行くにつれてエロくなっていくよっていう感じの、いいゲームでしたね。で一応このストーリーとかもこうあるんですけど、まああの見るごとに広告見させられるんで、とりあえず最初でもう見るのやめたんですけど、一応ちょっとあのアイテム使って、この最後のこのあのアイテム使わないと見れないやつ、これウルトラレア5個ないと見れないステージ6のやつだけちょっと見てみましょうか。あ、まあツンデレの子なんですね。はいはいはい、なるほど。まあケーキくれて、あ終わった、あで広告見せられる。うん、はい、以上罰ゲームでした。